b r 2 5 2トルカノン砲はソビエト連邦の火砲である。ロシア語での表記はマイナス2。本砲は合計1 5 2 4ト、mm、ルの重砲で1937年よりスターリングラードに所在するバリキャディ工場にて少数が生産された。老能赤軍は1 5 2ト、mm、ル砲を豊富に所有し運用していたが本砲はその中でも 最も射程が長く、威力が高かった。一方で、方針寿命の短さや、牽引するには重すぎる点などが問題となっていた。この方の、普通と、最も異なる装備は、早期式の装甲装置であり、これは、戦艦機における、ソビエト製重砲システムのいくつかと共有のものである。複数の問題がある中で、最も注目すべきものは制限された、機動性と、 方針寿命の短さである。独祖線を通じて使用され、回収の加えられた派生型は、送輪式の走行装置を備え、BR-2M と呼ばれた。これは少なくとも1970年代まで軍務に用いられ続けた。1929年、司令部主力部隊の予備として、長射程 152mm 砲の開発が開始され、 サンクトペテルブルクに所在するボルシェヴィッチ工場は、それら部品の所見と使用を砲兵総局から受領した。この計画には、工場指標として B 10が与えられた。最初の方針は1932年4月に製造され、装甲装置よりも先に試験に送られた。装甲装置には通常と異なる早期式の構造が用意されていた。 B-10 の開発と試験は1935年まで繰り返され、不行操作が遅く、発射率も遅く、そして方針寿命が短いことなどを含むいくつかの問題が示された。結果、この法は採用されなかった。2問の方針が製造され、洗浄済みの砲弾及びポリゴナル形状の砲弾を用いるため、それぞれが試験的に回収された。試験では、 実用的な結果が生まれなかった。電気モーターの使用による不行速度改善の試みは円滑な不行をもたらさずに失敗した。ソビエト海軍では沿岸法として T-28 中戦車の車体を利用した自走形式または牽引形式の派生型の採用を短期間検討した。牽引式の派生型である B-25 のみが工場での施策に至った。 最終的に設計の欠点と B-10 を不採用とする軍の決断から、これはキャンセルされた。BR-2、後方からの写真。1930年代の初期、砲兵総局は3つ揃いの銃砲の開発を指示した。これらは同一の装甲装置を用い、152mm 砲、203mm 野砲、そして 280mm 迫撃砲から、 構成された。開発は、ボルシェビキ工場とスターリングラードのバリキャディ工場に委任された。1 5 2ト、mm、ル砲の計画は B-30 と呼ばれた。しばしばこれは B-10 から2から30と呼ばれる。また、バリキャディ工場での計画は BR-2 と呼ばれた。これらは両方とも弾道的に B-10 のそれと等しい方針を用い、 これに B-4203mm 榴弾砲の早期式装甲装置を装備した。1936年の後半、ボルシェビキ工場は6門からなる一連の試作砲を作り出した。より長方針である55口径方針が数種類、そしてより深い線上を持つ数種類の方針が生産された。この b 三十方針はまた、線上済みの砲弾の使用や、 アンサルドシステムと呼ばれる様々な深さの線上の試験に用いられた。これらは最終的に不成功に終わった実験であった。協作となった設計は大部分が同一だったが、BR- には異なる方針構造を持っていた。積層型方針に対し柔軟な内張り構造を持つ。またわずかに異なるブリーチブロックと、そして、 方針の釣り合いを取る平行装置の装備が挙げられる。B-30 が高評価を得た試験結果にもかかわらず、砲兵総局は BR-2 の採用を決定した。決断の理由は明らかではない。しかしながら、量産部品に関し、方針を内藤自由交換式へ切り替えることが決定された。それにより、この方は B-30 にやや類似することとなった。 b r マイナスには採用されたものの、本法に重大な欠点があることは明白だった。問題の一つは、方針寿命が非常に短いことだった。100発射撃すると方向所速は4%低下した。この問題に取り組むべく、より長い55口径の方針が試験的に作られた。また別の試験用方針はより小さな薬質と深い戦場を有した。 最終的に後者の解決法が選ばれ、1938年から量産において、より深い線状を持つ派生型が、原型の方針にとって変わった。新しい派生型は5倍の方針寿命を持つと、主張された。しかしながら、新型方針の寿命は、異なる、基準値、方向所速10%の低下をもって測定されており、 実際の改善はおそらく非常に小さいものだった。本法のさらなる欠点はその低い機動性であり、方針の分解輸送によって悪化した。早期式装行装置を改善する試み例としては1939年に試験された T-117 試作型が挙げられるが、これは結局不成功となった。1938年、方兵総局は br-2 と b-4203mm 流弾砲に用いる送輪式走行装置の使用を提示した。この計画はプラントナンバー172の設計局で取り扱われ、局長は FF ペトラーブであった。設計局は他の仕事で忙しかったため、工場指標 m-50 と呼ばれた新型車両の開発深度は父としたものだった。本社は 設計段階から進むことなく、独所線の勃発後に計画が取り下げられた。回収された送輪式運搬車である BR-15 は、方針運搬のために設計されたものであり、1940年に生産が検討されたが、走行装置の機動力を改善するものではなかった。ために採用されることはなかった。 BR-2 の派生型の開発は1955年までかかり、これは BR-2M と呼称された。本法は送輪式走行装置を持ち、分解輸送を必要としなかった。射程延伸を目的とし、サボ分離式砲弾を用いたいくつかの実験において BR-2 もまた使用されたが、実験は不成功に終わった。 これらは1940年に実施された実験を含み、162mm 方針から 162-100mm 砲弾を発射した。この方針は試験中に損傷を受けた。加えて、この砲の弾道性は不満足なものであり、装填にも問題があると判明した。152-107mm 砲弾の砲撃では射程の大きな改善をもたらすことに失敗した。 BR-19 は試験的な法であり、これは BR-2 後期生産型のブリーチブロック、深い洗浄を持つ方針などの部品と B-30 の部品を組み合わせたものだった。この法は1939年に審査を受け、BR-2 よりも優れていると判明し、量産が推薦された。しかし製造が始まることはなかった。BR-21 は、 合計 180mm の試作法である。バリキャリ工場の独自開発によるもので、BR-2 の方針を 180mm 口径に拡張し、B-4 で運搬された。1939年12月20日に審査を受け、この法は BR-2 よりもっと強力で正確なものとなったが、しかし新規に弾薬を生産する必要があったことから、 採用されることはなかった。BR-2 は1936年もしくは1937年から1940年まで量産され、少なくとも37門が製作された。初期の方は、原型の浅い線上を持つもので、本数は7本、1936年から1937年にかけて作られた。後期生産型は新規で、 深い戦場を持ち、本数は27本、1939年から1940年にかけて作られた。BR-2、閉鎖器及び、ミサオ放送地 BR-2、立体 BR-2 は、内藤自由交換構造の47点に、後継長方針を持ち、隠ら式の閉鎖器を装備した。様々な交代長を持つ、中退座機には、 油圧式の中退器と空気油圧式のまた座機が備えられた。本砲は装薬の装填にバックを利用した。装填補助には特別な機重機が使われた。一本の機場から構成される早期式装甲装置は B-4203mm 榴弾砲と BR-5280mm 球砲の装備として使われたものと基本的に同一だった。 この装置には圧縮式の平行機構が含まれる。走行装置は5トルから8トル毎時の速度で本砲を短距離輸送できた。より長距離の輸送には走行装置から方針が外され、特別な砲車で分割輸送された。この場合、砲を戦闘状態へと展開するには45分から2時間を要した。数種類の砲車が 方針輸送のために使われた。1937年に生産された砲は、BR-6 砲射を受領した。他に使われた形式として、方針搭載時には11.1トンの重さとなった、送輪式の BR-10, また方針搭載時に13.42トンに達した、早期式の BR-29 がある。1938年8月7日の、 審査報告では、両方とも、不満足なものであると言及された。前者は、不良な投波性能のため、後者は過度な重量のためである。走行装置の牽引のために、ボーロシラベッツ蒼旗式法牽引車が使用された。より馬力の落とされた、コミンターン蒼旗式法牽引車は、方針を搭載した方者の牽引に用いられた。英雄的な防御とセバストポリの解放博物館の、 BR-2 本法は冬戦争にて存在が確認されており、ここで一門が失われている。独祖戦でも所々で存在が確認され、生き残ったものは1970年代まで改良を施されつつ、正式装備として運用された。1941年6月の段階で BR-2 は主力部隊である重砲連隊の予備として配備された。 この連帯は四つの代替からなり、それぞれが三個の法列から組織された。法列は二門の法を装備した。法の総数は二十四門である。また二個の独立法体も存在した。独祖先の勃発以後、本法は独立した六門の代替として使用された。あと、組織がもう一度変更され、二門の代替四個からなる超重法連帯となった。保有総数は、 BR-2 が6門、BR-17-210mm カノン砲が2門である。1945年4月、ソ連軍はこうした連隊を4個保有した。BR-2、またおそらく B-30 はフィンランドで行われた冬戦争で戦闘に参加し、1門が失われた。 1941年6月の時点で、ソ連赤軍は37門、または38門の砲を保有し、うち24門は前期の長重砲連隊に編成され、さらに4門が2個独立砲隊となった。これらの砲列は、沿岸砲として、アルハンゲリスク軍地区に配備された。残余の砲は、主として、朝戦場型、また初期生産の試作砲であったが、 基地の倉庫と実験場の中に残された。BR-2 の実戦投入に関しては断片的な情報のみが残されている。いくつかの資料によれば、本砲はクルスク戦で使用されたと言及している。第8新英軍はゼロコーチの戦いでこれらの方を使用した。戦争終了の時点で主力部隊予備は本砲を28門保有しており、喪失はなかった。 近代化改修の施された BR-2M は少なくとも1970年代までは軍務に残された。また、本砲とその派生型の拡重砲に用いられた特徴的な理体式の方はその後もソビエト、ロシアで開発されたいくつかの火砲のテストベッドとして用いられ、 2A46125mm 戦車砲や 2A88152mm 重列連装榴弾砲試作自走砲の搭載砲等の開発時に用いられている。残存した砲は、モスクワに所在する中央軍博物館、サンクトペテルブルクの砲兵博物館、また、セバストポリのサプン3ンで見ることができる。唯一自走化された BR-2 とは、 SU-14 の実験的な派生型である。車体には T-35 重戦車を使用し、T-28 重戦車の部品も用いられた。これには 203mm や砲、また 152mm 砲を輸送する目的があった。BR-2 で武装した試作車両は、SU-14BR-2 と呼ばれた。1941年の秋、 この試作車両は、クビンカ実験場から、ドイツ軍を砲撃した。本社は未だに、クビンカ戦車博物館に展示されている。BR-2 の開発計画は、ほとんど成功とみなすことができない。主たる問題は、良好な投破性能をもたらそうと試みた、早期式装甲装置にある。この走行装置は過重であり、相対としての兵器の輸送に不適で、 法に左右8度という限定的な社会しか与えられなかった。8度の社会を超えて法を動かすには25分を要した。方針の分解予想は少なくとも45分の準備時間を意味した。またことさらに劣悪な道路状況では巨大な法を動かすために強力な法権員者が必要だった。方針の対応年数と発射率も不満足なものだった。 方針寿命の問題を改善する試みは、2種類の方針の存在に至り、またそれは異なる弾薬を用いるものだった。前述の欠点に加え、本法の補給は不足しており、第二次世界大戦中に利用できたのは37、または38門の方だけだった。比較としては、ドイツ国防軍は、合計15センチメートルの重砲を数種類保有していた。 1 5トル K16、1 5トル K18、1 5トル K39 である。ドイツ海軍が保有した、数の限定された1 5ートル s k c 28砲は、総輪式の装甲装置を装備した。それらのうち最も数多い砲は、少なくとも101門製造された K18 である。BR-2 のように、 この方の方針と走行装置は分割輸送され、射程は24,740メートルと同程度の範囲だった。しかし、ラインメタル車の設計は多くの点で優れていた。この方は、輸送状態で18,310キログラム、戦闘状態で12,931キログラムとより、軽く、比較的速やかな360度旋回を行うためには、 ターンテーブルプラットフォームを用い、より弾薬が長射程だった。ただし、この方の高性能榴弾は、作薬量が約1ラム少ない。もう一つ、BR-2 と、相応する兵器は、338門生産された1 7トル K18 マースローフだった。重量は BR-2 と同等で、 輸送状態で 23,375kg、戦闘状態では 17,521kg であり、さらに分解輸送された、この砲ははるかに強力であった。射程 29.6km の範囲に 68kg の砲弾を投射し、ターンテーブルプラットフォームによって全周旋回した。また、 アメリカ製の M59-155mm カノン砲との比較は興味深い。ロングトムと通称されるこの砲は射程が 23.2km と幾分劣る。しかしこの砲は非常に軽く輸送状態では13.9トンであり分解することなく一体として輸送された。この砲の顔が左右へ展開されて砲画となる走行装置は 左右60度の旋回が可能であり、発砲状態でのより良い安定性を提供した。BR-2 は特別に開発された砲弾を発砲した。朝戦場型の方と新戦場型の方は異なる砲弾を用いた。破片効果榴弾及びタイコンクリート砲弾が生産されている。完全に明らかとされていないものの、化学砲弾、また特別なつまり、 原子砲弾も存在したという若干の情報がある。創薬バッグには3つの創薬を収容できた。創薬量には全収容ナンバー1、ナンバー2の形式がある。ありがとうございます。